それではただいまから定例記者会見を始めさせていただきます。幹事社は共同通信社です。どうぞよろしくお願いいたします。本日は年頭にあたり市長から所見を述べさせていただきます。それでは市長よろしくお願いいたします。はい、皆さん明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いをまず申し上げます。まず1件目として2023年令和5年の年頭の所感をお伝え申し上げます。新年昨年を振り返しますと、やはり3年目となる新型コロナの対応ですが、昨年も市民の皆様、事業者の皆様には引き続き多くのご理解とご協力をいただきました。改めまして心から感謝を申し上げたいと思います。現在はまだ第8波の最中にあり、決して予断を許すことはできませんが、アフターコロナの社会をしっかりと見据え前に進んでいきたいと考えています。さて、昨年来横須賀市では再興プラン第2ステージのさまざまな取り組みを進めており、次々と新しい流れが生まれていると思います。まずは横須賀市初の試みとして、全国規模の BMX フリースタイルジャパンカップやストリートダンス大会を開催し、横須賀市内外からの多くの注目のもと大きな興奮を呼び起こしました。 BMX やダンスの大会は今年も引き続き実施予定であり、横須賀がアーバンスポーツの聖地になる、そんな可能性を感じています。このほか昨年はカレーフェスティバルやウィンドサーフィンワールドカップ、開国花火大会など人を呼び込む大規模なイベントを3年ぶりに開催をし、町に賑わいと楽しさを取り戻しました。これらの大きなイベントを立て続けに再開できたことは、アフターコロナに向けた本当に力強い第一歩になったと感じているところです。また浦賀の住友重機械工業跡地では、さまざまな事業者から意見を聞き、活用に向けた準備を進めており、今年はいよいよ本格的な利活用に向けて動き出し、未来を見据えた画期的なものを作り上げていきたいと考えているところです。加えて開設5年を迎えた YRP では、新たに2つの企業が自社ビルを整備し創業を開始したほか、新規のベンチャー企業や大学研究室はもとより、国際規格に基づいた携帯電話基地局など試験認証を行う日本初の拠点も開設をされたところです。そして一昨年に就航した東京九州フェリーにおいては、大手運送事業者による新たなモーダルシフトが実現し、トラックドライバーの運転時間の削減と CO2 排出量の削減という2つの大きな社会課題の解決に動き出したところです。さらに今年はまず今月にはいよいよ横浜 F マリノスの練習場がオープンをします。一つの自治体の中にプロ野球とプロサッカーそれぞれの練習場があるというのは非常に珍しく、それだけ多くの市民の方々にスポーツの醍醐味を身近に感じていただける環境をご用意できると思っています。また4月にはソレイユの丘が季節を問わず丸ごと遊び楽しみ尽くせるエンターテインメントパークとして生まれ変わり、こちらも三浦半島を代表する観光スポットとしてさらなる発展を遂げる予定です。このように今横須賀ではこれまでにないさまざまな新しい流れが次々と生まれており、今年はいよいよその流れをより大きな大河へ、大きな川へとさらに発展させていく年にしたいと思っています。そこで私は今年の漢字としてこの県の字を選びました。県在の県であり県著の県です。これまで横須賀で生まれた多くの新しい流れが集まり、大きな川となって皆様の前に現れ、目に見える形で感じていただけるようにしていきたいと思っています。まさに今年は3年にも及ぶコロナという風雪に耐えながら大切に育ってきた苗がようやく実を結び、その果実を味わっていただく、そんな素晴らしい年にできればと考えています。ただ常々申し上げていることでありますが、行政の最終目的は人を幸せにする、公的サービスの充実という意味ではなくて、本当の意味での社会の人たち、社会を幸福にする、人々を幸せにするという意味での福祉の充実であり、その目指すべき姿が横須賀で暮らす全ての人々がお互いを認め合い、手を取り合って慈しみ合い助け合うことのできる、誰も一人にさせない町の実現であります。ぜひ今年はこれまで説明をさせていただいた数々の新しい流れが誰も一人にさせない町への推進力として確実に昇華できるよう、引き続き全身全霊で取り組んでいきたいという決意を年頭の所感としてお伝えをしたいと思います。
今年も引き続きよろしくお願い申し上げます。続いて上町病院跡地に予定する医療看護系大学についてです。令和4年8月25日に発表した上松病院跡地南館エリアにおける医療看護系大学の設置及び運営については、今後公益社団法人地域医療振興協会と協議を行っていくことになりましたので、お伝えをさせていただきます。公益社団法人地域医療振興会は、上町病院と市民病院の指定管理者として市立2病院の運営を行っている法人であり、全国の83の病院、診療所、老人保健施設などの運営のほか、他市で看護専門学校も運営している法人です。本日は前回の発表の際にお伝えができなかった法人名についてお伝えができる段階になりましたので、ご報告をさせていただいた次第であります。以上です。